金魚が逃げた。五味太郎作、福音館書店。この絵本の特徴は、1977年以来読み継がれているロングセラー。逃げた金魚をどこまでも探していきます。ダイヤル式電話や昭和の家具など、レトロでありつつもいつまでも色褪せない魅力を感じる絵本です。赤ちゃんのファーストブックにもおすすめ。小学生の外国語活動用の英語版もあります。読み聞かせのアドバイス。どこまでも逃げる金魚をお子さんと一緒に指差しながら読むのもいいですよ。